どんということでこちらでございます。でねねねねんということでやってまいりました。こちらのししとうの苦味を味わいながら、サビカップ、こんにちは、のぶです。本日は沖縄県那覇市にあるなんとミシュランにも掲載されたことがあるお店がこの那覇市にできたみたいなんで行ってみたいと思います。ということで本日今来ているのは沖縄県那覇市でございます。那覇市の58号線沿いです。58号線にある今歩道橋から撮影してるんですが、めちゃめちゃ久しぶりですね、那覇市。そして今日は先ほども言った通りでですね、沖縄県那覇市の雲地の辺かな、なんとミシュランガイドに載ったカレー屋さんがですね、沖縄県に進出してきたんですよね。もうできてから確か数ヶ月ぐらいは経ってるので、もうご存知の方は知ってると思いますが、ミシュランに掲載されたことがあるカレー屋さんで、ちょっと気になりませんか。まあミシュランってめちゃめちゃ高級なレストランからですね、まあ、最近はまあ気軽なレストラン、ラーメン屋さんとかも掲載されるような本があるんですかね。ちょっと詳しいことは分かってなくてすいません。一度沖縄市にあるつけ麺屋さんもご紹介させていただきました。そちらもミシュランガイドに載ったお店が沖縄県に進出してきたお店ですね。もうそちらと同じような状況なんですが、本日はカレー屋さんでございます。もうちょっと向こう側かな、行ったところにあるみたいなんで、今から行ってみたいと思います。なんか那覇市のこういった景色ってライブ配信以外でお見せすることあんまり少ないと思いますが、カレー屋さんの方に今から向かいたいと思います。どんということでこちらでございます。カレーしか買い替えられへん大阪北浜にあるコロンビア8さんでございます。大阪から来たそうです。こちらのお店です。それでは行ってみましょう。ちなみにお店はモノレール沿いのこの道沿いにある、こんなちょっとビルの中なので結構わかりづらいかと思います。他のお店もいくつか入ってるみたいですね。それでは入っていきましょう。どこかな、こっちじゃなそうですね。上かな、この辺かな、どこだろうか。ここでもなそうですね。さらに上かな、一体何階なんでしょうか、どこだろうか。というかなんかすごい雰囲気ですが、あれ違うの、なんか違いそうです。下に降りていきます。全然どこだろう、1階かな。ちょっと奥の方まで行ってみましょうか。奥、あ、奥、結構奥あるんですね。奥でした、奥の方でした、ありました。こんな感じでございます。それでは入りましょう。いっぱいだ、こんにちは。ということでお店入りました。メニューはこちらですね。メニューはキーマカレーとモードルのセグラムのようです。メニューをもう少し詳しく見ていきたいんですが、こちらからですね、お店カウンター席しかなくて、後でもちょっとお話ししますが、お店の中で喋ってるとちょっと迷惑そうなので、今回はアテレコでメニュー、そしてご飯のご紹介していきたいと思います。それではメニューですが、先ほども言いました通り、初めてのお客様はこちらからっていうことで、初めての方はこの2種類からになります。キーマカレー1000円、そしてヌードルライス1100円です。キーマカレーがこちらのお店の代名詞となるカレーライスで、そしてヌードルライスはそのキーマベースにフォーを合わせたものだそうです。そして2回目以降の方はこちらもということで、花火ヌードルレッド、そして花火デラックス、辛さが通常のキーマカレーより辛くなるようなメニューが揃っているようです。でねねねねんということでやってまいりました。こちらがキーマカレーでございます。美味しそうです。僕が今まで食べたことあるキーマカレーとは何か違います。香辛料がたっぷり入った感じ、そして上にドーンと乗ってるのがこちらのししとうでございます。こちらのししとうの苦味を味わいながらいただくのがこちらのキーマカレーの特徴だそうです。それではししとういただきます。確かに、苦いです。そしてこの苦味を合わせるようにこちらのキーマカレーをいただいていきたいと思います。ルーは本当にサラサラですね。そして香辛料の香りがふわーっといろいろたくさん複雑な匂いが広がってきます。本当に美味しそうです。それではこちらのキーマカレーいただきます。パクる、
このキーマカレー美味しいです。ライスの上にこちらオニオンが乗っております。こちらのオニオンと一緒にいただいてみましょう。たっぷりのキーマカレーと一緒にいただきます。パクリ。うんうんうん、オニオンの甘みが結構程よく効いていて美味しいです。本当に今まで食べてきたキーマカレーとはなんか一味違いますね。結構サラサラな感じのキーマカレーをさらにいただきます。やっぱりこのオニオンの甘みも合ってて美味しいです。ということでごちそうさまでした。美味しかったです。完食でございます。ごちそうさまでした。ということでコロンビア8さんのキーマカレー、なかなか美味しかったです。ごちそうさまでした。いい辛さです。なかなか口の中いい辛さになっております。ということで本日コロンビア8のキーマカレーなかなか美味しくいただきました。すいません、あまりにもお店が静かだったので吹き替えっていう動画とは別でアフレコで今回は音の方声の方入れさせていただきました。失礼いたしました。お店自体ですね、やっぱりそんなに広くなくてですね、もともとバーのお店だったのを改装してカレー屋さんになったっていう雰囲気ですね。多分全部で10席ないぐらいだったんじゃないでしょうかね。でもすでに結構知られてる方たくさんいるみたいで大人気で、入った時は本当に席が2個しか空いてなくて、そして帰る時ももう結構並んでましたね。 4,5 人ぐらい並んでおられました。結構近辺で働いてる方、しっかりとしたなんかワイシャツとか着てる方が結構多いイメージだったんですけど、もうすでに皆さん知られて美味しいキーマカレー目当てに来られてるんだなと思いました。そして今回いただいたキーマカレー、僕のキーマカレーの中の概念が完全に覆りましたっていうか、初めて食べた味でした。僕自身ですね、今まで食べたことないような味で、結構スパイスがいろいろ効いていて、そしてですね、上に乗っているオニオンがですね、ちょっと甘みがあるので、そのオニオンの甘みでちょっと中和、辛さが中和されるっていう感じでした。そしてシシトウですね、結構大きなシシトウなんですが、シシトウ辛いわけではなくて、行かれたらお店の方から説明があると思いますが、あのシシトウの苦味を、その苦味を感じながらキーマカレーと合わせて食べるっていう感じです。左手にシシトウ、そして右手にスプーンっていう感じでいただいてくださいっておっしゃられてました。なかなか面白いですよね。そういうコンセプトのキーマカレーのコロンビア8さんでした。そして辛さがですね、まだまだ辛いの食べれるっていうことであれば、初めての方はメニューの上にあった2つ、キーマカレーとあとヌードルライスだったかな、そちらの2品から選んでくださいってもう店の方から言われる感じなんですが、2回目からお好みの辛さに合わせて、その次が花火だったから、花火もですね、そんなに激辛っていうわけではなくていい辛さみたいな、僕がいただいたキーマカレーよりは辛いみたいなんですけど、さらに辛いのが好きな方はその花火っていうのもなかなか人気みたいです。ちょっと1000円するカレーっていうことで高いなと思いながら実は行ったんですけど、あそこまでのこだわりのカレー1000円、なかなかリーズナブルなんじゃないかなと思っちゃいました。大阪の方にも本店があって、そちらが最初に言ったミシュランに載ったみたいですね。お店にもミシュランガイドの本置いてありましたが、ミシュランに載りそうな個人的なお店だなと思いました。なかなか美味しかったので皆さんもぜひ行ってみてください。ということで本日は改めまして沖縄県那覇市にあるコロンビア8さんで美味しいキーマカレーいただきました。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信しております。この動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サワディープロ、バイバーイ。